一斉のでバンバンザイ、ギンシです、ナーです、ミユです、とどうも、カツです、よろしくお願いします。お願いします。意外とシンプルだった。あ、そう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 、お願いします、まあ、お久しぶりです。お久しぶりです。前回は何だったっけ。前回は作って屋台で、そうだ、ここでわざわざ準備していただいて、たこ焼き勝負して、なぜか僕が負けるっていう、はい、焦げ焦げだったもんね。いや、そうなんですよ、ね、しかもあれ以降も家でたこ焼き作ってもほとんど焦げてる、え、トラウマになっちゃってるもん。そう、マジで、ね、そう、フラッシュバックしてでもね、それとってカッツの方でもたこ焼きだったもん。そう、そうだわ、たこ焼き作った後にたこ焼きってみんなお腹いっぱいになってたって。そう、そうだね、でも声ない。でも、でもアナはカッツさんと結構会ってた。あれデートしてたよね。そう、そうそう、なんかそうだよ、原宿デートしてくれてね。あの後、全国各地に俺たちが一緒にイチゴ食べてる画像が出回ってるというか、うん、チェーン店だから、あー、屋台に、そういうことだ。なんかあたかも俺が福岡にいるみたいな。どうだったの。なんか多分うちらはさ、こういう風にみんなで話してるカッツさんしか知らないけど、まあ2人だったわけじゃん、うん、男のカッツは見れたわけ。気遣いすごかったよ。でも、うん、あの一つめちゃくちゃ早口すぎて、うん、あの何言ってるんだろう。あー、これダメだね。ダメダメダメ、ね、ダメだわ。やっぱね、女の子の前だと早口になっちゃいますね。あー、緊張しちゃうね、うん、そう、緊張しちゃうんですよ。普段とか髪の毛セットして飲み行っちゃおうとか、そういうのとか考えてるわけ。いや、もう寝起きで言ってるので。いやー、もうダメダメ。女の子はさ、メイクしてくれてるのにさ、うん、カッツはそこね、身だしなみ気使わないと。いや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 、だって顔整ってるじゃん。1分で出る。1分で出るの。1分で出かけようと思って。うん、ダメダメだね。ダメダメだよ。ダメダメ。え、ちなみになんかちょっと終電近くからじゃ飲み始めました。女の子と終電逃したいな、もうちょっと朝まで一緒にいたいなみたいな雰囲気を女の子を出しました。はい、どうすんの。いや、何も言わず続行。ダメダメだね。ダメダメ。ダメか。今日はですね、そのダメダメなカッツをどうにかしようと、はい、バンバンザイ考えまして、はい、カッツイメチェン計画。やった。なんかモテると思う。これからモテていいの？モテた方がいいよ。やった。モテるキャラでいける？モテたいでしょ。あ、モテたい。それはね、YouTuber わかるもんね。いや、そうだ、新世代 YouTuber みんなキャーキャー言われてんのに、うん、俺だけ、うん、ギャー。みんなの感性、ギャー。自分の投稿が悪くない？あ、そうか。そうなんですよ、アップして自分の。だからね、インスタ投稿をね、いつもすると、うん、犯罪者ですかとか、あの、出所したばかりですかとか、うん、そういうのばっか来るんで。圧倒的バランスが男だもんね、カッツは。そうですね、最近、冷やかしの女の子が増えてきたけど。悪口言ってくる女の子だけ。あ、なるほどね。そうそう、今日はイメチェンして、その冷やかしの女の子をキャーって言わせるような、うん、あ、お願いしていいですか。ぜひ任せてください。よろしくお願いします。なんで今回はちょっともうパジャマと髪の毛も何もセットしないで来ていただいたんで、はい、あ、いや、あの、そもそもパジャマに関しては僕がだるいからこのまま来たっていうね。フォローもさ、うわー、そういうところか。そう、ダメだね。ダメダメ、もうダメだ。かつ自分のお笑いしか考えてなかった。いや違う違う違う、素で、素でこれ来たから。そう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 、まあ、最終ジャッジ、このルナに合格って言わせたらこの企画成功なんで。あー、じゃあ今日終わんないですね。終わらせよ、終わらせよ、終わらせに来た。2人が協力してくれるから、よし、じゃあ任せます。お願いします。はい、お願いします。ということで早速やっていきましょう。あ、ごめんね。うん、いいね。ありがとう、うん。はい、ということでですね、はい、まあ、早速何をイメチェンするかと言いますと、うん、まあ、今日は大きく分けて3つです。はい、はい、大きく分けて3つです、かわいい。おしゃべりかなと思って。まずは、違うよ、まあ、おしゃべりは結構さ、はい、すごいいいじゃん、 なんか。まあまあまあ、ね、ああ、嬉しい嬉しい。早速早口、ね、ああ、ゆっくりお話しします。顎出ちゃう。あ、顎出ちゃう。顎出ちゃう。しゃくれるんだよ。まず、はい、見た目、今のカツーさんでちょっとね、うん、どこ行っても女の子は、うん、カツカツとはいかないなと思いまして、義士、ね、にヘアをやってもらいたいと思います、はい、うわー、さすが。でもさ、俺さ、ちょっとヘアで心配なのがさ、うん、俺といえば髪セットしないじゃん。そうなんです。そう、だからちょっとそれは微妙なんだけど、まあ、アイロンとか使って、あー、じゃあもう、まあ今時のあれに頑張って俺もやろうと思います、うん、頑張ってください、うん、はい、あ、一緒にカツだけだよ。あー、そっかそっかそっか。ヘア
じゃあかっこよくなりました。はい、続いてはファッションですね。ファッションは私が担当いたします。わあ、女の子目線なんてないからね。そうだよ、うん、普段のインスタとか見てる、まあ、結構シンプルなシャツみたいな感じのイメージがあるんで、今回はもう普段と違うギャップを見せようと。僕が大量に服を持ってきました。うわあ、え、義手くんの私物。そう、それもらえるらしい。もらえねえよ。めっちゃ高かったんだから。あ、で最後ですね、はい、見た目整えましたって、はい、なったら実際にルナとデートをしてもらいます。やったその中で、はい、そのデートの内面をルナにちょっと磨いてもらって完璧な男になるっていう。やった。じゃあ今日もその後飲みに行きます。いやもう行くんだよ、そのまま。いやまあいいのかな飲みに行ってモテるじゃん。やった。そうだよ、ごちそうさまです。ごちそうさまです。そうよね、ごったんです。最終のカツさんのイメチェンした姿はちょっとルナに最後に見せたいから、はい、今からルナはこうやって待ってる。うん、ずっとここやって待ってる。あ、うん、オッケーですか。オッケーです。オッケーじゃないですお願いします、はい、お願いします。はい、ということでですね、オープニングではヘアは義手って言ったんですけど、まあなんか直前になって義手が自信なくしたんで、うん、私がヘアになりました。ああ、俺本当にヘアセットできないし。ああ本当、髪痛みすぎてるから説得力ないんだ。あ、パチパチパチだ。そう、パチパチパチだから。あ、じゃあじゃあ、だからファッションは義手が選んでくれるから。あ、そっかそっか、選んで持ってるからね。そう、持ってきてくれたから。そう、胸はだけちゃった。全然エロくないから。エロくない。今の時点でエロくない。おー、びっくりしちゃった今。うん、でもこれでもミュウちゃんがちゃんと作ってくれたやつ。ちょっと分かってきた、ミュウの作り方。これがミュウちゃんが作ってくれたやつですね。だからこれでイケメンにします。頑張ります。できるかな。もう女になってるで。不満になってきちゃった。女になってるで、うん、なんだこいつ。いや、カスが。はい、同じね、毛束にね。お、お、いい、いいよ。俺アイロンの使い方マジわかんないから。そう、ちょっと目元にね、かぶってんのが優秀。目元にかぶってんのはね、自信のなさをね、イメージさせちゃうから。あ、なるほどね。ちょっとね、あの前髪をね、大きめに巻きます。女の人はね、自信ある男に安心しちゃうから。あ、そうなんだ。うん、西君が言うからね。うん、自信いっぱいあるもんね。自信だけね。自信だけある、でもそれいいじゃん。うん、そう、こっち見て。あ、いいじゃん。あ、自信なさそうな顔やめよう。やめやめよう。ちょっとこういうね、レールとかね、入れたりして、うん、おしゃれですから、こういうのもね。義手のさ、髪の毛っぽいんだけど、髪質違いすぎてさ。あ、そうなの。うん、俺ウェーブしない。シーカールってやつ。シーカール、中学生の時習った。シーカールを。そう、参ったよ。うん、参ったよ。よくない？ちょっとあんた集中しないで、義手。あんたトークなんだから。うん、何してんの、お前見て。笑われてんじゃん。やばい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 。あ、オッケーオッケー、ガセガセ。美容学校の授業。美容学校の授業かな。マネキンあるんだ。マネキン、そうだったよね。うん、はいはいはい。内巻きが多めね。そう。どういうさ、女性が好きなんですか。あー、でも結構ね、口調はね、ミュウちゃんみたいな、うん、明るい人が好き。あら、ノリツッコミできる人がいいかな。口調はねってなってるだろ。あー、そうか。前髪は同じ位置じゃないとダメです。あ、オッケーオッケーオッケー。同じ位置じゃないと。分かってんの。今、ほら。待ってるよ、カッツ。どうなったの。見て見て見て、ね、見て、違う違う違う、あーってじゃなくて、見て、ほら。あー、まあ、まあ、なんかさ、やばいやばい。いや、いい、ちょ、ほんと任せて、うん、これ今さ、めちゃくちゃさ、絶対無理やろって思ってる人、みんな。いや、ワックつけたらなんとかなるけど。そうそうそう、もうちょっと癖強めの方がいいかも。癖強めね。まあ、後ろはあの見えないんで、うん、とりあえず今からワックつけていきます。で、これは、ちゃんとエスポワールのね、はい、エグジー、エグジー使っております。使わせていただいてます。いい匂いですわ。で、こうですね。こうですか。ねえ、ねえ、こっち神経。もう、なんかそんな扱いしちゃう。いや、ダメだって。ビフォーアフターがやばい。いけるいけるいける。ちょ、前向いて、前向いて。頑張れ。うん。で、でも終わっちゃう。えぇ、ー、ちょっと待って、ちょっと待って、やばいですか。ちょっと大丈夫大丈夫大丈夫、何任せて。いけいけいけ、めちゃめちゃイケメンにしてるから今。うん、え、ちょっとそれ前髪薄すぎるって。昭和のジャニーズみたいな。違う、ちょ、前向いて。頑張れ、私のジャニーズ。自信持って。いけ、ずっと言うわ。みんな、なんでだよ。なんでこれ。どっちだよ。なんだこれ、やばいやばいやばい。ちょっと待って、ギシ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 。ワックス全然ついてない。ついてるって。全然戻すね。本当にお客様、お客様の髪質はとても綺麗でございますが。いいじゃん、いいじゃん。え、なんでここだけさ、ボコってなってんの。さっきのだ。え、これださっきの、ほら、さっきのやつやった。うわー。
客様。でもちょっとイケメンですよ。すごすぎて。やっぱヘアセットする。あ、え？やっぱ基本的に重たいんだな髪が。あ、じゃあちょっと耳に片方かけるとかして。いやお前なんか昭和のジャニーズ。あの私的にはこうね耳にかけてあげます。こっち向いてください。あ、ジャニーズ。うわー、いい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 いですわ。お客様ほらほら、一回かけないのも見たいかも。かけた方が絶対いいですよ。失礼いたします。なんとかイケメンそう。イケメンそう。あ、イケメンそう。これ飲み会使ってください。あ、じゃあ俺イケメンそうよって使わんだろ。俺イケメンそうって使っちゃいそう。ごめんね、嘘だよ。え、しっかり。ということで部屋が完了いたしましたので、はい、次はファッションに移りたいと思います。はい、では移動します。はい、ということで、はい、やっぱりカッツは普段結構カジュアルなイメージが強いので、俺は暗めのイメージがあって、今回は爽やかな感じに仕上げようかなと思って。だからこういう色の服が多いってことですか。そう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 。いいね。かつジーパン履く、あんま履かないかな。あんま履かないよね。黒スキニーとか。そうだね、黒スキニーとか。現実的にかつに似合うのはこれだと思うんだよね。あれ結構着てないそれ。着てるね、良さそう。カジュアルでもあり、ちょっと明るい感じにもなるよ。似合いそう。おしゃれ。はい。え？そしてもさ、色の主張も強くないじゃん。ビジケ。カッコビジケ。めっちゃ臭くなる。うそ。一旦閉める。うそだ。衣装が着てる時とちょっと違うんだね。コレクションみたいな。コレクションみたいな。コレクション。あれだ、コレクション。あれだやつ。あのモデルのやつ。え？もうどっちかでおしゃれってるコレクションみたいな。やっぱスタイルめっちゃ。スタイルいいってことは、うん、でこれカッツ脱いで、あ、はいはい、白こういう風にこれわざとこういう色になってるの。へえ、あ、そうなの。汚れじゃないんだ。ちょっと汚れて見えるでしょ、うん、でもこれがまたね悪そうな男をイメージするんだ。カッツだったらさ、この汚れとかおしゃれじゃなくてマジの汚れだと思ってさ。汚れだろ。前もなんかね、こういうやつを着てる人がいて、あ、それ汚れてるよって言っちゃって、あ、これそういうものってやつすごい気まずくなってる。グッチとかもそうだから。そう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 。おしゃれおしゃれ。いいじゃんいいじゃん。やっぱり今の季節 T シャツにこれが多分ちょうどいいと思うんだよね。これ最近技師が買ったアウターですよ。うわ、こんなにカラーな。おえ、かわいい。めっちゃいいよ。うわ、え、そうなの。え、これもらいの。いや、もらいはしないの。え、これいくらしたの。しないこれ10万ぐらい。うわ、すごい。これ締めた場合だと結構硬く見えちゃうから、うん、わざとここだけ開けて、ここちょっとだるい感じにしても可愛いんだよね。うわ、開けた方がいい。ほら、何この手。いや、そう、手がね。ほら、え、かつ宣材写真とか撮る機会ないの。あんまない。普通にニヤニヤしておしまい。それもカッツのいいところでもあるからね。こんなでもでっかいやつとか着たことないね。あ、そうなの。ないない。いや、めっちゃいいよ。あ、ほんと。やば、見えた。手作りみたいに。あ、いやいやいや、手作りすごいね。え、下黒の方がいいかな。黒も見てみたい。これズボンのサイズ30なんだよ。でもカッツも細いからね。ほんと。カッツは下長いから。え、でも今流行ってますからさ。あ、これ下げれば下げれば。うん。あ、え、下げたらいけるいける。しまんない。普段さ、どこで服買うの。晴れ。あ、え、いいじゃん。そうなんだ。やっぱシャツとかさ、そっち系なんだね。晴れもなんか綺麗めなスタイルが多いよね。こっちみたいな。見た見た。あ、ごめん。見た方がいいんだよ。あ、そうなんだ。あれスタイルいいな。コレクションになってきた。あ、え、でも似合ってるよ。ちょっとこれ見てみて。まあちょっといかつくなるけど、いかついカッツも見てみたいっていうことで。確かに。シンプル白。白白白白。ちょっと見してみな。ダメだ。どうしよう。初任給で頑張って買っちゃった気になってる。ダメだ。ダメダメ。カッツ。なんだこれ。何が起きてんだこれは。高身長の無駄遣い。何が起きてんだこれ。本当？はい、どうも。おっと。やっぱこれやな。いいね。ハマってる。これバカに合ってる。これちょうどいいんだ。うん。どう自分的に。見えないからわかんない。なんか着た感じさ。あ、でもなんか武装してる感じある。あ、でもそうでしょ。自信あるなみたいな。あるでしょ。あ、ちょっと着てるなみたいな。うんうん。じゃあもうとりあえずこれで。うん。デートしてもらうか。そうね。ちょっともうちょっと唇に最後
血色だけつけてあげて、うん、うん、あ、中前提、そうそうそう、だってご飯だけで終わりたくないわけじゃん。あ、そうですね、やっぱり女の子と、そうだね、うん、なのでちょっと最後ね、仕上げして、うん、本来の姿を見てもらおうと思います。はい、わかりました。変な人じゃない、あ、いいじゃん。こっちのママ。あ、基本的にもうこっちのポッピーに手突っ込んじゃってるね。うん。胸張ろう、もっと。そう。うん。あ、そう。いいじゃん、いいじゃん。いい、やっぱね。片足出してみよう、こうやって。いいじゃん。いいじゃん。いい男じゃん。で、胸張って大体こう歩いてれば、うん、超いいよね。うん。なんか大体極端に言うと成金か。あ、成金、成金。できる男の力になる。うん。硬い全部。え、いいよ、可愛い。柔らかく柔らかく。あ、いいじゃん。ちょっと笑ってみようよ。あ、いいじゃん。いいじゃん。やったね。じゃあカッツに見てもらおう。見てもらおう。カッツのこちら。いいでしょ。どう。いいよね。ファンキー。ファンキー。ファンキーだな。ファンキー。やっぱカッツこっちの可愛いよ。あ、そう。うん。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいいよ。ファンキー、ファンキー。ちょっと笑ってみて。うい。ルナ、ちゃんといけます、これ、うん、はい、ということで、最終ミッション、デートに移りたいと思います。はい、せーの。はい、ということで、カフェっていう設定なんですけど、準備が整ったので、まあ、今回の女性役、ルナさんを呼びしたいと思います。それではルナさん、お願いします。わー、待って、いいやん。あ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、どうぞお座りください。いいっしょ、いいわいいわいいわ、いいよね、いいいいいい、まずかってんじゃん、いいいいよ、いいわ、あ、つかみやね、うん、うん、ちょっと見えてるしね、うん、すごい、あ、ほんとか、すごい、うん、黒とかこっち系の色の方がいいわ。そうだよね、似合う似合う、じゃあそうしよう、なんか清潔そう、いや、前が不潔みたいな、前が不潔、あ、あ、よし、じゃあちょっと2人には私たちちょっと設定作るんで、はい、その設定をもとにデートをしてもらいたくて、付き合いそうな雰囲気のデートで、わかりました。何回か食事してますね。あ、今4回目、はい、4回目で、あ、OK、 でやっぱルナがこれはちょっとって思ったら、うん、その都度止めてちゃんと言って、うん、アドバイスしてください。多分今って何やっても許されるよ、ほんと、ほんとにそこまで、うん、ちょろいな、うわぁ、服装これダメ、これダメですね。あー、ダメか、あの、思ったことを口にしない、あー、じゃあ押さえ、うわーって戻す、一回そう、考えるね、頭でこれ言っていいのかなと思って、うん、ちょろいなって言ったらダメです、ダメです、あ、分かった、みんな分かった分かったよ、あー、俺か、俺か、俺か。それでは、デートスタートです。久々だ、こんにちは、あ、ダメ、あ、何がダメだったの、硬い、あー、久々って言ったのに、こんにちは、距離かかって、確かにね、うん、よし、久々かっつ、よし、久々な、ね、ここいいね、景色が、いいよ ね、誰も見ないとか、ね、何食べる、何食べよう、うん、ミートソースとカルボナーラとか、ミートソースとカルボナーラがあるけど、うん、ミートソースとカルボナーラしかない。どっち食べたい、今日どんな気分、カルボナーラ、あーね、俺も同じだった、同じだった、じゃあカルボナーラ2つ、あ、でもミートソースも食べたいな、うわー、じゃあ両方頼もう、そうしよう、1個ずつで、うん、じゃあ半分こう、うん、うわ、待って、これいいよ、これプラスマラス、うん、あのルナ、これやる前に半分こしょって言ってくれる人がいいねみたいな話してたの、してる、やっと、うん、やっと、でもダメ、力強い、あー、そうか、そう、男と同じノリでね、はい、あ、おひお待たせ、ミートソースです、カルボナーラです、ありがとうございます、どうぞごゆっくりお過ごしください、はい、え、じゃあ今日めっちゃ服いいよ、ほんと、うん、ちょっと今日はイメチェンしてきたからね、でもいつもよりおしゃれだね、よりあーよりより、ガイアのあれもダメなの、そうだね、ガイア、ガイア文句ね、うん、あ、じゃあ今日はいつもに増して可愛いねとか、今日の服、俺好きだわとか、個人的に今日の方が俺好きだわみたいな、なるほどね、個人的に好きなネックレス、あ、ネックレス、そうそう、これでも元カレにもらったやん、あー、そっかそっかそっか、ってなったらどうする、え、あ、でもいいじゃん、それルナ悪いね、完全にあー、こっちの指摘もないよ、これはルナにも、そうだ、でもそういう女の子もいるからさ、あー、まあ、確か確か、じゃあまず乾杯してよ、あー、じゃあ乾杯、乾杯、でも強くない、うん、失礼します、美味しい、おいしい、じゃあそっちちょっとちょうだい、あ、いいの、取り分けます、ありがとうございます、今日は何してきたの、今日、あの、今日はあの
犬触ってきた。犬？うん。あれ何匹行ったんだっけ？全部2匹。あ、ね、鉄と山だっけ。山だっけ？そういうことね。ぼうちゃんとアナ。あ、惜しいね。何もしてない。あ、そっかそっか。はい、ありがとう。そっちを。これはどうなの？あの、取り分けてやってくれるの。いや、いい。ね、女の子が普通するってなきゃいいよね。うんうんうん、え、そうなの？率先してやってくれるのはいいですね。え、普段もするかって、それ。あー、多分するかもね。だからデート企画の時思ってすごい、あの、結構レディーファーストとかそっち系多い。いや、でも力強いから。じゃあ食べよう、いただきます。美味しい？早いね。あ、でもこういう人めっちゃいいよね。和ましてくれてるのね。今日緊張はもう久々だけど溶けた？いや、もう全然しないよ。全然しない。アルチューと昨日飲んでたから。昨日誰と飲んでたの？昨日はね、元カノ。お、あ、ルナが試されてる。試されてるね。いいと思うよ。あ、いいの？だけど、あんまし良くない。あ、そうです。うん、ガチ飛んできちゃった。刺してほしいんだろうね。あ、そっか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 。全然いいよ。でも何したの？昨日ちゃんと帰ったの？いや、もうちゃんとね、2時ぐらいに。遅くね。あ、遅く遅く。まあまあ今、順調ね。美味しい？美味しい。いただきます。マスクだったらそれに逃げた。普段はさ、うん、女の子とさ、ご飯行ってどういう会話するの？本当に意識してないな。こういう風にめっちゃ見られてる状況で何話してたかなって思ってたけど、いや、わかんない。何考えてるの？いや、何も、いや、なんかその8割ぐらい話聞いてた気がするけど。付き合いが多いんだ。多分。へえ。逆に最近あった出来事とかさ、おさ、そっちから話とか仕入れていかないんだよね、そういうの。話してる時に、あ、そういえば最近こういうのあったらっていうのはあるけど、その会話がまず発生してないから、俺ない。そういうのだよ。そうそうそう。ないんだ。今日何してたしか聞いてないかも。逆に今日何してたの？え、今日何してた？今日はね、編集してた。編集か。やっぱ YouTuber 大変だから。そうだね。忙しいね。いや、でも全然全然。今日会いたかったから早く。いやー、嬉しい。そうだな。ありがとう。ね、どういたしまして。お付き合いを前提に結婚してください。いやいやいや、こうだったな。楽でしょって。ああ、そこそこ。俺らが思ってるよりもかつ女性慣れしてるぞ多分。いやいや、全然。女の子と遊ぶ時飲みしかないんだよね。だからもう夜で暗くて焼き鳥食べるとかそういうのしかないから、お昼とかないね。だから何、確かにそういう意味では何話すべきか分かんないかも。じゃあさ、逆にさ、めちゃくちゃチャラい女の子に遊ばれてましたってなったらさ、ああ悲しいなと思って次に行く。でもカツ切り替えりそうだけど、いやー、時間かかるかもしんない。あ、そうなんだ。うん、だって前別れた時3日かかったもん。3日？短いよ、短い。そうなの？あの子もっと長ありますから。え、多分あの別れてあの1ヶ月後に来るよ、その寂しさは。え、そうなの？うん、1ヶ月後来るよね。いや、そう、分割払いみたいな感じで。別れても俺結構会うタイプだからさ。え、でももし別れちゃったら会った時に見たらその前のフラッシュバックしそう。もう全く連絡来ない。もしそうだったら俺はしたくないって言うけどやっぱするっていうのを5回ぐらいしそう。ああ、なるほどね。分かるわ。乙女やん。お互い傷つき合って実は傷つかないよって言ってるみたいな。ああ、なるほどね。あ、ごめん、今全部妄想なんだけど。そう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 。じゃあここでいい男かいい男じゃないかを試していきたいと思います。例えばいい感じの女の子でお互い気になってます、でもまだ3回しか会ったことありません、お酒入ってて今日帰りたくないな、終電逃しちゃったなって言ったらどうする？そのまま飲み。それ以外は？あ、まあ、実家に時間大丈夫とか明日の用事があるのって聞いて、まあ、タクシー手配して、で、もし遊べるんだったら遊ぶ。自分家に連れて行くって選択肢はないないない。ああ、じゃあいいじゃん。家行きたいな。家行きたいな。いやー、YouTuber だから住所バレたら嫌だなと思って。確かに、確かに。え、でもそれが3回ぐらい会ってていい感じだなと思ってた。いや、そしたらもうあのお外のそういうところに行く。え、家にはかたくなに入れないの？いや、別にいいんだけど前よりちょっとバレたらヤバそうだなと思って。はいはい。なんか最近結構押し引きっていうの、この人だったら大丈夫みたいなのが前よりきつくなっちゃったかもしれない。失礼のないように終わりたいから、はいはいはい、ごめんなさいっていう意味も込めても楽しくなった状態で帰るっていう。えらいえらいえらい。いいね。これがチェック。いや、あの、ルナはあれが言いたかった。例えば一緒にいたいなって言っても、今日はもう遅いから帰ろうねって言って、帰って家着いて電話しようみたいな感じで言ってくれたらさ、もっとよく。電話苦手なんだよね。あ、
電話越しになると顔が見えないじゃん。どういうことを考えてるかは声色であんまり伝わんないから結構心配性だから、楽しんでくれてるかなとか思ったり、あとこれがないからより何話せばいいか分かんないから、あーそういうこと、そうですね、そう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 、だから実際に会った方が早い。おー、なんか全然必要なかったんじゃない、うん、うちらの伝授って結構恋愛面とか、うん、あの見た目とか以外は普通に性格すっごいと思うよ。見た目も今はいいよ、今はいいみたいな過去が終わってみたいな感じだけど、いや過去も好きだよ。あー素晴らしい、本当にでもめっちゃいいと思う、こっち系の方がいい。あ、店員さんに言います、こんな感じでって。いいいいじゃん、よかった、めっちゃやったね、本当によかった。じゃあこちらで以上で、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ごちそうさまでした。はい、ということでですね、はい、カッツーのイメチェンが終わったんですけど、うん、まあ、最終ジャッジはルナにイメチェンが成功したのか失敗したのか判定してもらいたいと思います。はい、今回のイメチェンは大成功。イエーイ、よし、イエーイ、よし、イエーイ、イエーイ、はい、やっぱ良かったよ。これね、あのちょっとガチで、あの女の顔になったよ、多分ルナ。いや、女の顔だった。そう、なった。本当に、あのいつもと違いすぎて、ほーってなった。俺もなった。こういう格好だけしてる。いや、本当にそれしたら、多分普通にモテると思う。あー、じゃあギシ君から買います。それがいい。髪の毛とかさ、もうチュッとするだけでめっちゃくちゃさ、爽やかイケメンみたいな。うん。ツーブロックとか良さそうだよね。じゃあツーブロックで次行きます。もういいやん、もう義士になってそっちじゃん。どうしよう、だって俺のファッションと俺のツーブロックやったらもうカツが俺になるんだ。そうだよ、山岸カツ山岸カツ自分ではそういうチャレンジね普通はしないので、うん、のこれを機に、うん、新世代って言われても、うん、謙遜ないような感じになります。おー、もし次会った時はもっと陽気になってるんだ。おお、はい、ということですね、はい、カッツーさんのチャンネルでも私たち動画出させていただいてるので、概要欄から飛んでチャンネル登録お願いします。お願いします。そしてちょっと私たちですね、チャンネル登録者競技大会もまだまだチャンネル登録お待ちしていますので、どちらもチャンネル登録お願いします。お願いします。ということで、このチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。